龍王町は、山梨県北西部の中駒郡に存在した町。2004年9月1日、中駒郡四季島町と北駒郡、双葉町と共に合併、甲斐野市となり消滅した。県中西部、郡中部東端、甲府盆地西部に位置。盆地を南流する鎌梨川の左岸に立地する縦長野町域。北部は、茅ヶ岳山陸に属する富田地の南端で、南部は、 盆地底部の氾濫源にあたる平坦地。標高は最高が352.6メートル、最低が264.9メートル。甲府盆地はおよそ200万年前の第4期鉱石よに入江が交代して出来上がった旧甲府湖が火山採設物によって埋め立てられて形成されたもので、町域を含む盆地底部は、沖石層と呼ばれる地層が広がっている。 長域の北西端では、南流する釜梨川と東流する支流の五直市川が合流する地点にあたり、有志以来の氾濫を繰り返してきたため、南部平坦地では、洪水の猛上流により形成された自然堤防や後輩湿地などの備地形などが広がる、釜梨川線上地が形成されている。県内では、河川が山間部から平野部に流れ出て生じる。 山陸洗浄地が各地で広がっているが、釜梨川洗浄地は、一水によるもので、勾配が緩やかである特徴がある。釜梨川には、震源底による地水が施されており、歴史的には、堤防の位置する北西部を中心とした浅情に、道路や用水路が巡らされて集落が形成され、備地形を利用した桑畑や水田が広がっており、市街化した現在でもその名残を見せる。 自称寺報道。手前に、竜王水。竜王は中世以来の地名で、一説によれは言うと山、自称寺に湧く、竜王水に由来するという。赤坂台古墳群町域では80カ所余りの考古遺跡が確認されており、うち35箇所が戦士時代の遺跡となっている。遺跡は、町域北部から隣接する双葉町南部の赤坂大地に集中して分布し、南部平坦地は、 鎌梨川の氾濫源であったため中世以前の集落遺跡は見つかっていない。旧石器時代の遺物では赤坂ソフトパーク内遺跡から黒曜石片が出土している。縄文時代の遺跡では長域東部にあたる久川右岸の自然堤防上に位置する沖田遺跡があり、縄文前期末から中期初頭の土器破片が出土している。また、長域北部と隣接する 旧二葉町域には集落遺跡もあり、中期以降には赤坂大地にも広がり、縄文中期の石俗や石府、縄文後期の遺物などが出土している。弥生時代の遺跡では隣接する旧四季島町域に、同時代の代表的遺跡である金納遺跡が立地しており、町域の沖田遺跡から弥生後期の亀破片が出土している。古墳時代の集落遺跡は見られないが、 赤坂第一南東斜面に25基余りの古墳が築造されており、現在でも正字名にも、塚が多く見られる。これらは、赤坂大古墳群と呼ばれる、古墳時代後期にあたる7世紀前半から、後半の群衆墳で、大半は円墳。また、赤坂大地には、同時期の狐塚古墳や両目塚古墳、大原期大石などが存在しており、古墳群を造営した集団の集落、 赤坂大地には、奈良、平安時代の遺跡も見られ、両滅下古墳からは7世紀末から8世紀初頭の末期高台付付や9世紀前半の弾き付きが出土している。竜王につ,つか3号墳からは10世紀代の弾きが出土しており、古墳を利用した追悼であるとも考えられている。遺跡は開墾で原形を止めないものも多いが、1976年の中央自動車道建設では、 竜王二号墳、三号墳の発掘が行われ、洞窟を受けた形跡のある横穴式石室があり、末期や弾きのほか混同性のバグが出土しており、また、1988年の調査では17箇所の古墳跡が確認された。古代の律令成果では、駒群に属していたと考えられている。平安時代に、長域は八条陰領の篠原荘に含まれ、高質量であった。 震源津々御竜を河原宿南北長期には、篠原層が衰退する。長域では、釜梨川氾濫の影響で中世損落の痕跡は少ないものの、篠原郷や西淡田里、西山郷、腰石郷、万歳郷など戦国期の豪村も見られる。戦国期には、海の国内を統一した守護武田氏により、釜梨川の治水工事が行われ、五直市川の治水と、 並行して、震源包みが築造される。堤防管理のため胸別役を免除された人々が定住し、竜王河原塾が成立する。竜王河原塾は、西軍道や、新州道へ通じる宿としての機能を果たした。海の国史によれば、甲府市東高寺に所在した、北条寺は、奈良時代の養老年間に、行記が竜王町域にあたる、篠原岡の地に創建し、 行基造像の国母稲積地蔵が祀られていたという。国母稲積地蔵は、甲斐の国古水伝承に関係する像で、公葉軍艦によれば、大湖に甲府盆地は湖であったが、国母稲積地蔵の霊言により、盆地南部が切り開かれ、古水が富士川として流れたという。この北上寺、平安時代には、源義満により国母境内の小上城村に移され、 さらに戦国時代の永六年間には、武田信玄により、甲府に移転され、甲斐の国史の編纂された江戸後期には、甲府市東高寺に存在したが、現在では、廃寺となっている。山形第二銅像金星には1596年に、実施された県地で、金星村落が成立し、町域では七家村が成立する。全村が、幕府直轄領で、甲府藩領を経て、 共放九年の海一国の直轄領下に伴い、再び幕僚化され、幕末に至る。長域の七家村は近世を通じて存在し、いずれも甲府大館支配。玉川村以外は北山筋に属し、玉川村は中軍筋に含まれ、上、飯田大館支配であったが、幕末には七家村はすべて甲府大館支配となる。近世には、 戦国期以来の治水事業と用水路整備の進捗で、笛吹川、荒川流域など、甲府盆地の河川流域において、国高の増加が見られるが、県地町からは町域にあたる釜梨山岸地域の諸村においても国高増加が認められ、近世諸島には初期大官平岡市による指導で、駆逐区日田の開発が行われた。宝営年間には、大官指導で、竜王、 竜王新町、篠原、富区新田の4家村を勘えする竜王4、河村関が開削され、4家村組合により用水の維持管理が行われた。関の開削により、農業用水が引かれて、新田開発が行われ、富畜村の住民が移住して、富畜新田が成立する。制御は、米麦栽培、畑作のほか、商品作物として、 木綿やタバコの栽培も行われている。竜王タバコは買いにおける江戸向けタバコの産地となった。また、近世には、町域を、甲府下河原から大下城村、竜王新町を経て、龍寺村へ至る甲州街道をはじめ、特攻から万歳、西八幡を経て西郷浦地域へ至る戸田街道や、富地区に行った経由で三社神社へ至る、三行道、島上城村から富地区に行った、篠原、 玉川の諸村を経て、市川大門方面へ向かう市川道など諸近が通過している。整備されると宿機能は、竜王新町へ移転する駒梨川開国橋場から、八ヶ岳を望む1872年には、大区小区制が導入され、各村は駒郡第四区に編入され、区長は竜王村から任命されている。翌1873年の再編成で、 山梨県第四区に合併、さらに1878年には、駒郡が分割されて、中駒郡に編入され、竜王村に軍役所が設置されている。明治5年に学生が布告されると、山梨県でも県令、藤村志郎の主導と地元の献金で、県内各地に学校が建設される。町域でも、同年10月に、万歳村の全老寺境内に万歳学校が、 開設され、翌年には、通学区域の拡大に伴い竜王村の自称寺境内に、竜王、竜王新町、富畜新殿を学区とした竜王学校が開校した。また、1874年1月には、西八畑村の浄土院に、八畑学校が開校する。1887年には竜王村、玉畑村で学校組合を組織しているが、教育委員には後に、 山梨英和女学校を設立する新海英太郎が着任している。1903年6月には中央線が開通し、同年12月には竜王駅が開設される。公衆財閥の若桶の支援を受けた、開国橋の設置など道路網も整備され、地域の発展を促した。明治期には海外貿易の発達に伴い、山梨県でも養蚕、製紙業が発達し、 町域でも養蚕が普及した。一方で、町域や西郷売地域で盛んであった木綿栽培は衰退し、木綿栽培の保護育成のため、西八城郡市川大門村に設置された市川防石所が、松方デフレの影響で破綻すると、農村不況が顕著になり、没落した不採農民の増加は、地主制の発達を促し、大正、昭和期の農民運動の交流にもつながった。 明治期の山梨県では、県が主導した食産工業に伴う山林荒廃で水害被害の増加を招いたが、長域でも1896年の台風では、釜梨川堤防の決壊を引き起こし被害を及ぼした。また、県内全域に多大な被害を及ぼした明治40年の大水害でも被害が発生している。昭和恐慌期には、 県内各地や中駒郡内でも小作葬儀が発生しているが、1931年には竜王村万歳の地主と農民組合へ結束した小作人との対立が激化した。農業と養蚕を中心とする制御は近代でも保たれていたが、戦中には疎開先として一時的に人口が増加する。1945年7月6日から7日の甲府空襲では、 死者はなかったものの中心居18万、下8万などの地域で、焼夷団による32個が被害。戦後の高度経済成長期には、甲府市街地の拡大に伴い都市化が進む。1971年には国道二十5甲府バイパスが開通する。同年には新都市計画法が適用されると、第二次産業や第三次産業が発達し、沿線地域を中心に、 農地から商業地域へと変貌する。隣接する昭和町に新興工業団地が進出した影響も受け、中南部の水田地帯を中心に宅地化も進んだ。竜王町域の伝統的な産業は、釜無砂岩に立地し農業用水が確保されているため、電磁が多いことが特徴となっている。戦後の高度経済成長期には、都市計画を伴わないまま急激な人口が増加した。 ため、産業構造は大きな変貌を遂げている。技能傾向にあるため農家人口が減少しており、農地は宅地や工業用地に転用されている。昭和50年代には養蚕や畜産が大きく減少し、昭和60年代には米の生産も減少している。戦後の山梨県農業で特徴的な果樹栽培農家の増大も見られず、現在は高ふり隣接する。 近郊農業として野菜や米、芋類や種苗などの生産が主となっている。特産には里芋、やわたいも、ぶどう、竜宝がある。工業では冷裁規模工場が多いが、県の企業誘致を背景に昭和50年代から長域にも製造工場の進出が進むが、平成初年にはバブル経済の崩壊の影響を受けて停滞し、近年は 県内工場の他地域や海外への移転などによる空洞化が進行しており、工場数は減少傾向で頭打ち状態にある。自称寺山和県指定有形文化財県、指定有形文化財、県指定史跡県指定天然記念物、山梨県立の林高校級竜王町立図書館、竜王町は昭和40年代頃までは小学校2校、中学校1校の体制であったが、 50年代以降には人口の増加に対応して次々と学校が新設され、現在では小学校6校、中学校3校になっている。児童生徒数は1985年から1990年までをピークに、近年は少子化に転じている。小学校は明治初期に開校した竜王小学校と玉、畑小学校を外し、昭和50年代から学校を分離し、 6つの小学校が誕生した。中学校は1947年に、九流王中学校と九玉、旗中学校が誕生し、1959年に創立された県立農林高校があり、隣接して県警察学校がある。専門学校では1991年に赤坂、ソフトパーク内に開校した専門学校サンテクノカレッジがある。 町内の児童生徒の大半は町立の小中学校に通うが甲府市に隣接していることから市内にある私立や国立の小中学校に通う例も見られる。高等学校は農林高校のみであるため町外の高校へ通う例が多い。卒業後には町外や県外の学校へ進学し竜王を離れる者も,も多くなる。社会教育では生涯教育施設として北部、 中部、南部の三つの公民館があり、1996年には、竜王町立図書館が開館。博物館施設は運営されていないが、山形神社内には、第二関係資料や民具などを中心とした民族資料館が設置されており、赤坂大総合公園管理棟内展示室には、県内出土遺物などが展示されている。竜王駅舎。現在は改良工事により撤去。 ありがとうございます。